ヒエスさんの動画です。今日あるのはこちら、はい、スタイムさんのですねレースウェイドリル、品番が6012ということで、まあ、レースウェイってこれですね、はい、これなんですけど、スタイムさん木工ドリルメーカーじゃないですか。なのになんでこれって話なんですけれども、まあ、スタイムさんですね、まあ、何でも作っちゃうんですよ。はい。あんまね、何でも作るっていうとハードル上げすぎるやって突っ込まれそうなんですけれども、職人さんから、まあ、相談を受けて、まあ、こういったレースウェイの穴開けが困ってるということで、まあ、いろいろね、試行錯誤して、まあ、出来上がった製品ですよっていうことなんですけれども、伝説工事の、まあ、レースウェイ、あとはダクトチャンネル、まあ、こういった材質に対して、12ミリの穴開け、まあ、あとはですね、6と12の同時穴開け、っていうのができる製品になります。で、まあ今まで、まあ過去の製品っていうのは、例えば、タケノコドリルを使ってますと。まあタケノコドリルだと、まあその開けたいサイズぴったりで開けるのが難しいよね。ホールソー。ね。まあその、なんですか、切ったカス、中に詰まっちゃって除去が大変ですよね。パンチャー、高額じゃんとか。あと、まあ、その6と12、今同時に開けられるって言って、まあ、今これ開けたやつも見せちゃうんですけど、こっちから6開けて、で、まあ、こっち12で、まあ、こうやって、こっちからね、ビスって止めたりするんですけれども、まあ、この6と、まあ、12開けるにしても、まあ、この芯をドンピシャで合わせるの難しいよね、とか、まあ、その辺もろもろ、叶えましたという製品でございます。まあ、とりあえず、やってみましょう。はい、やりましょう。はい、じゃあやっていきましょう。ダクトチャンネルの、まあ、この背中の部分ですね。ここに、12ミリの穴を開けましょうという作業になるんですけれども、一応ですね、さっき見せてなかったんで、キリを拡大して。はい、この部分が6。で、ここがですね、タケノコみたいになってるんですけれども、サイズ的には、8、10、12っていう感じの、サイズになってます。まあ、ちょっと最初ゆっくり行きましょうか。ドリルのですね、高速モードを使っております。はい、影の具合大丈夫かな。はい、じゃあこれでいきまーす。はい、で今これで6が開いた状態ですね。はい、じゃあこのままいきます。ちょっと開けてると分かると思います。グッて入ったんで、これが今8が開いた状態。はい、でまた進みました。これで今10ミリが開いてます。はい、で12ミリが開きましたよっていう感じですね。もうちょっと勢いでいきますか。ちょっとね、この材料が木材にすればよかったのかな。ちょっと滑るんですけど、すんません。このままいきます。はい、じゃあ12ミリまで、いっぺんにいってみましょう。あてがっていただいていきます。こんな感じでできました。あ、一応切断面がこういった、どうですか、綺麗と言っていいですかね。はい、こういう切り口になってます。はい、じゃあ次ですね、ここだと思います。レースウェイね、ここに、横からズボンと、手前が6、裏側こっちが12が開くという仕組みですね。ちょっとこれをやっていきましょうか。いきます。はい、で今6開いたでしょ。で今度この状態だと、今こういう状態になってますね。じゃあこのまま進んでいきます。今手前の穴は12ミリに達したんですけれども、まだ奥に傷がちょっと入ったぐらいですね。はい、このままいきます。OK、はい、これで、こっちから見ていただくと12ミリが開いてると。で、反対見ていただくと6ミリが開いてて、まあ、同じ1本の切りでやってますんで、芯が取れてるまっすぐの穴が開けられたという形ですね。で、これ残念ながら今バリが出てますね。バリが出てるんだけど、それは、このタケノコっぽい作りになってますんで、これで、はい、OK、 これで、まあ、バリが取れましたよという形になります。
はい、というわけでいかがだったでしょうか。はい、改めまして、商品の説明ですね。はい、適用材質材ですね、2.0 ミリ厚までの2種金属線皮に対応していると。2種金属線皮っていうのは、先ほど、ご説明をいたしましたレースウェイとかダクトチャンネルのことを指します。ステンレス製は使用不可と。適用機種、インパクトかドライバードリルの 14.4 ボルト以上を使ってちょうだいって書いてあるんですが、打撃をしないでくれっていうことも書いてありますので、まあ、今僕が使ったみたいにドライバードリルを使うことを強くお勧めいたします。適正回転数が2000回転分以下という形ですね。はい、というわけで以上ヒデサロンと言いたいところなんですけれども、まあ、ちょっとね雑談をいつも通り挟もうかなということで、この製品ですね、2024年2月27日発売という新製品なんですけれども、あれ知ってますけどって方いるんじゃないかな。はい、もうすでに持ってるよって人もいらっしゃると思います。ですが、2月27日発売という形になってまして、あのですね、特にこの今ね、レースが開けるよって方は、まあ、ご存知の方多いと思うんですけれども、もともと3年前からありました。なんですけれども、3年前からあった製品っていうのは、そのとあるですね、まあ、専門ルートでしか買えないところのルートだったんです。だからまあそこのルートっていうのは、伝説関係の職人さんが多くいらっしゃいますんで、あ、持ってるよって人はいるんですけれども、まあ、この度、まあ、3年経ちまして、一般の、その、金物屋、まあ、ホームセンターさんも含めなんですけれども、とにかくスターMさんと付き合ってれば買えるよっていうことで、まあ、そのルートが緩和されたって言い方でいいですかね。いろんなお店さんで手を出せるようになりました。ね、というわけで、まあ、新製品どうですかとかっていう感じでね、はい、ドンねえ、ちょっとスターMさんにしてはこのパッケージ下手っぴじゃないですか。なんかね、いや、このパッケージをね作った人が本当見てたら本当にね僕ぶん殴られるんじゃないかなって感じなんですけども、ちょっとそのもうぶっちゃけスターMさんらしくないパッケージじゃないですか。いや、これどうしたんすかって聞いたんですけど、結局その今の話ですね、3年前からもともとルート限定でもう知ってる人が買う製品だったんで、まあ、ここに特に歌い文句なんかいらなかったと。もう口コミだけで有名になってみんな知ってるよ、買うよね、これちょうだいって言われるぐらいの製品なんですよね。はい、まあ、そんなわけでね、まあ、3年もやってきたので、知ってる人は多いかと思いますけれども、まあ、すぐそこのお店で、売ってるような製品化となりましたので、皆様手を出してみてはいかがでしょうか。ですね、価格がね、これいくらだと思います？安いんですよ。定価で3800円ってなると、まあ、定価です。だから、普通の販売価格がもうちょっと安くなるんですけれども、タケノコドリルとさほど変わんないようなね、金額で、まあ、ここまでのお仕事ができるようになるという形でございます。はい。というわけで、オンラインストアね、並べましたので、ぜひ概要欄から見ていただければと思います。以上、ヒデさんの動画でした。お付き合い、ありがとうございました。ご視聴、ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。